きゅうりの塩もみの紹介です。塩もみという名前がついていますけれども、きゅうりの塩もみはこう刻んで塩をしてボウルの中ですぐにギュッギュッと揉んでしまうと、きゅうりがバリバリに割れてしまうので、きゅうりは刻んで塩をして5分ほど置いてからこう揉まずにギュッと絞る、きつく絞るというのが基本的なやり方になります。また、こだわった方法として、きゅうりを半分に切って、このきゅうりの芯の部分ですね、この部分が、水っぽくて少し食感も悪いので、こういった小さいスプーンで取り除く方法もあります。この方法はこだわったやり方なので、家で普通にきゅうりの塩もみをする場合はこの取り除く部分だけを省いてきゅうりの塩もみを作ってみてください。